続いてはいいね地元店のコーナーです。今回ご紹介するのは、どら焼きです。山かなさん、どら焼きはお好き？大好き。でも、おそらく山かなさんが想像している、皆さんが今頭に浮かべてくださったどら焼きとはちょっと違うかも。あのね、あの有名キャラクターが持っているどら焼きとはちょっとイメージ変わると思います、ね。なるほど、はい。私も事前にいただいてかなりびっくりしました。新感覚新食感のどら焼きご紹介します。ご覧ください。旭区の南本宿バス停前に去年12月にオープンしたのが、有機茶生どらドゥララです。店内はアートが飾られたモダンな雰囲気、カフェみたいな感じ、和菓子の感じかと思ったら洋っぽい。素敵。お茶というか有機抹茶などをメインに、まあ、あの私も茶道を習ってるんですけれども、僕の先生の松村宗亮さんが、有名な和菓子作家さんで、坂本紫音さんって方と最初作ってくださったお店でありまして、まあ、自然と環境にも優しく体にも優しくという、理念のもと作った和菓子というか生どら焼きになります。いいね。気になる生どら焼きがこちら。本当だ、思ってたのと違う。開いております。クレープみたい。生地は、有機抹茶、有機ほうじ茶をふんだんに使いまして、作っております。で、生地はだいたい小麦粉を入れずに作っていますので、米粉メインなので、グルテンフリーで、作らさせていただいています。あんこの方は特別小倉美香さんというものを、うち専用に作っていただいて、ホイップの方もグルテンフリーなのにこだわってますので、豆乳で作らさせていただいてますので、体にも優しく美味しいどら焼きができたと思います。いいね。もともと自由が丘にお店があったドゥララ、前のオーナー茶人の松村宗亮さんがお店を閉める際に、富川さんがそのレシピ、コンセプト、思いを引き継ぎ、地元である旭区にオープン。茶人の考案したどら焼きとありまして、とにかくお茶のいい香りが、お茶の程よい苦味とあんこホイップが相性抜群の一品なんです。見た目も美しいんですよね。そうなんですよ。おしゃれ。あららららら。さらに現在期間限定いちごちゃんも販売中。美味しそう。こちらは国産いちごといちご豆乳クリームがたっぷり。この時期一番人気なんですが、もちろんね、いちごのシーズンが終われば販売終了となりますので、皆さんお早めに。ぜひ食べたい。そして和菓子といえばお茶。ドゥララ、なんとお茶をその場で立ててくれるんです。嬉しい。苦めのお茶をいただきたいわね。やっぱり立てたてというか作りたてっていうのはとてもお茶の香りもいい香りがしますし、どら焼きに一番合うお茶として出させていただいている形なので、まあ、そちらもぜひちょっと試しに飲んでみていただけたらなとは思っております。いいね。店内にはかわいいイートインコーナーも。取材中も立ち寄ってお茶をしている方がいらっしゃったということです。落ち着ける雰囲気ですよね。ゆっくりしたひととき過ごせること間違いなし。旭区をもう少しずつでもいいので元気にしていきたいっていうのと、こういうお店があまり旭区になかったので、こういうお店からいろんなものを発信できたらなという気持ちでやらせていただいてますので、どら焼き以外でもなんか茶道に興味があるとか、こういう器に興味があるとか、そういう人がこう遊びに来てもらって、いろんなところでこう地域としてつながりが持てればいいかなって思っております。では皆様のご来店をお待ちしております。よろしくお願いいたします。いいね。さあ、ご紹介してきました有機茶生どら、ドゥララの生どら焼き。山かなさんがお持ちのどら焼きは抹茶でございます、ちょっと潰してしまったんですけれども、こんなにぎっしりね、あんこもあのホイップも入ってるの。そう、ね、すごいね。贅沢。いただきます。どうぞどうぞ、さあパクッと召し上がって。
私はほうじ茶味の生どら焼き事前にいただきました。非常に軽くて美味しかったです。いかがでしょうか。ただ甘さも控えめ、でもこのあんこの、ね、粒がしっかり残っている、あの皮の部分、もちもちしていて、そうでちょっと苦味があるの。そこなんですよ、ね、私がね最初に新食感新感覚とお伝えしましたが、はい、自分でも感じた新食感がどら焼きの皮が少しどこかお餅のようなもちもち感もあって、でなんかこれだけあんこやホイップが入っているのにこんなにあっさりと軽めでいただけるんだっていう新感覚、まさに新食感新感覚の融合、見事な生どら焼きでした。これどこから思い出しましたか。こうボリューミーね、食べきれるかなと思ったけどこれ一瞬で食べちゃいそう。女性でもやっぱりそう、おいしい。やっぱりね、私はほうじ茶 の、 生どら焼きだったので、後味というか、鼻に抜ける香りが本当にほうじ茶、贅沢でした。で一つ一つですね作り置きをしていません。あんクリームなど注文が入ってから挟むということなので、大量に注文される際には事前に電話で予約をお願いしますということでした。海外の旅行からわざわざ立ち寄る方もいらっしゃるほど人気だということでした。チャンネル登録お願いします。